こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日も編み物ラジオを撮っていきたいと思います。ちょうど日差しが入っていい感じになってきました。少しこちらも寒くなっています。えー、っと、今週の美味しいもの、突然 <laughs>、今週の美味しいものうん、最近ちょっと料理をサボりがちなのですが、えー 焼き魚をしましまたいつも業務スーパーの,あのお酢のししも結構大きいんですけどそれを毎朝1匹ずつ焼いて母にえっ、ー、との朝食に出していたのですがいつもうんししもばっかりだとなと思って塩サバでいいのがねこう入ってたので塩サバを焼いてみたらね 美味しいですね久しぶりに食べたらやっぱりあのでフライパンをダイヤモンドなんちゃらコーティングのフライパンを確か去年あ今年の初めくらいに買ったのがもう焦げつくんですよ何を焼いてもいやーでこれはね私のせいだとあの油をできるだけ引かないようにしてたので <laughs> で調べてみたらなんかこう 熱すぎたり冷たすぎたりあの温度がねちょうど良くないとこけつくようになるとあと油も必要だということなのでちょっとね油も引くようにしてあでもね塩サバを焼く時に別に油を引いたわけじゃないんですがあれですこれも業務スーパーのフライパンアルミホイル用違うフライパン用のアルミホイルであの魚とかお肉が焼けるというものを敷いてで 塩サバを何切れか一気に焼いてまあその日一日をかけて母と私で食べるみたいな感じにしてあで今朝はね何でしたっけ鮭のなんかハラスじゃなくってなんか細切れじゃなくて安いのパックありますよねあのそれを焼いてみましたでちょっとねあの昨日私献血に行ったらあの鉄分が 0.3足りなくって引っかかっちゃったので私も母もねちょっと鉄分を取った方がいいということで赤身の魚を取っていこうかなと思っています赤身の魚といったら鮭ではないですねなんかマグロとかそういうカツオとかそういうことなのかもしれませんがそしたら焼くよりもなんか生で食べたい感じもするし うん、でちょっとずつねめ,めんどくさいんですよね魚を焼くのってちょっと生だったり時間かかるし匂いはするしパックも臭いしね <laughs> だけどえっとまあお肉も食べてるので毎回ね鶏レバーも食べてるのでそれでもちょっとあのまだ貧血が治らないのだったらちょっと魚にも手を出してみようかなとちょっとずつね価値ができるようにそして簡単にねあの ホイールを敷けば焦げつかないですからねで洗うのもすごく楽なので,んで全てがね魚臭くなってしまうのもね防げますしあのスポンジから何からねそんな感じで、えー、と料理をしていますあこの間ねちょっと検索したらアニサキスを <laughs> がね あの、魚の切り身の中に結構入ってるとか言って。でも火を通せば大丈夫なのかなでも私は見つけたことないんですが、それをある魚屋さんがペンに入れて、なんかこうペンの液体の部分っていうんですか、この持ち手のここの部分が透明な、ありますよね。なんか。 あのバーバリウムっていうのかなオイルみたいのが入ってるそこの部分にアニサキスを入れて売ったら結構あの <laughs> 買う人がいる980円とかでもっていう話をで日本人はサイコバスだみたいな <laughs> いやいや日本人からしてもちょっとおかしいと思われてるよっていうねでも買う人もいるんだっていうねそういうの売れるんだなっていうのがちょっとね気持ち悪いけど面白いなというか 私はしませんが <laughs> 興味深いなと思ってしまいましたおいしいものからちょっとアニサキスの話になってしまいましたが今週のおいしいものは塩サバの焼いたのがおいしかったというお話ですあとサバカレーもこの間ね業務スーパーでさばの,の水煮缶がやっと100円切って99円だったのであとねカレー粉も99円だったんでそれでねと えっとネギは冷凍のやつと生姜はチューブのやつをこう入れてフライパンで作ったサバカレーでしかも母と私の分だけだからルー2つだけで私と母の分だけ作ってその時とあと1回ぐらい食べればもう食べきれるカレー何回もこうね温めたりするの大変だしねであんまり脂っこいカレーが母にはちょっとまだ良くないのでちょこっと作る。 サバカレーも美味しかったですいっぱいタンパク質取れるしねではでは今週のお写真今週はですね生まれて初めて編んだよの靴下をご紹介しますもう一回言いますよ生まれて初めて編んだ靴下ですどうぞ すごくないですかあのレーゲンバルト3の復刻版レーゲンバルト3の一番ね私が一番のやつか0番かえっと0番ですね「レトロで好きだわ」って言って。 でうちのくま子のセーターにもしたものなんですがそれで生まれて初めて靴下を編みましたとでまだかかとのところの,あの目が大きいとかっておっしゃってたかなでも私も大きくなるしね3目一度とかしてるからどんどん大きくなるけど穴っぽくならないようにと思ってそうやって編んでいるのでで,、うん、でもね私の最初の靴下は履けなかったので。 それより全然いいんじゃないかなってみんなのね初めての靴下のレベルが高くなりすぎて驚いていますであとでね私の靴下の話をし今週はねちょっとちゃんと編み物の話に戻ってこようかなと思っていろいろ話してみようと思いますちゃんとした編み物ラジオっぽくねそうそれでうんあの 最初の靴下は履けなかったのですが、彼女のはもうちゃんと履けるし、ちゃんと靴下だし、あの、多分履いててもね、それ編んだって言われないと思うんですよね。最初からオーパーオルケートでね。で、そこからスタートしたら、どれくらいね、編めるようになって楽しいことか、労力がいらないことかと思うと、ワクワクしますね。でそういう靴下ね、あの、なんだろうな、ここでは、 えー、完成品だけじゃなくてもいいんですよ。ここが悩んでますっていう写真でもいいしそんなあのね皆さんの編んだもののお写真をインスタグラムのダイレクトメッセージを送っていただけたら編み物ラジオで紹介しながら私も一緒に編んだ気になったり喜んでこう <laughs> 見てみたいなと思います。えー、っとでもう一つ。 こちらはお写真紹介しないかなとは思うんですがえー、っと寒くなってきたので伊賀屋さんの靴下というか日本撮りの靴下というかを作りたいんですが持ってる毛糸はこれでどれを組み合わせますかって私ならっていうあのダイレクトメッセージでいやそういうの楽しいですよねこう単色とあと2色でこうくるくるになってるものとかあとオパール毛糸もあって。 ね、ほら、八本寄りぐらいにしたいから、二本寄りを二つすれば、まあ、波太ぐらいの太さになりますもんね。というので、いやー、私だったら、この緑と組み合わせるなら濃い色で、で、えっ、ー、と、黒っぽいオパーアルケートと合わせるなら、ターコイズかなーとかって言って、その方は緑と、 茶色白のこう2色でくるくるしてるものを組み合わせて編まれてていやでもなんかモヤモヤするんだよねとかって言ってでまあそれを見てまあ途中でやめてねまた新しくしてもいいしで私だったらあの結構去年のね母の日本撮りの靴下とか見てみてあの全然違うものを合わせた方が なんか可愛いなぁって思ってたので、いや、これ合うのかなー主張してるなはお互いってものとかを組み合わせるのがいいんじゃないかなと思うし、こう、はあの糸を2本ね、例えばこう、これとこれ組み合わせ、同じ色か <laughs>。これとこれ、これにしよう。これとこれ組み合わせたらどうかなっていうのを2本こう、くるくるくるーってこうして、あ、ありじゃないかなーとか、まあ、こういうふうにはならないんですけど、でもこう、 見てみてこう日本が違う方が2本ちゃんと編まれてるかどうかも分かりやすいし、うん、そうやって見るっていうのも手だしあとやっぱりこう今まで使ってきた短い余り糸とかをどん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 ,どんこうね 基本の糸を一色にしてそれ以外をどんどん変えていくっていうのも後から見てああこの色組み合わせいいなとか見れてね面白いんじゃないかなとも思いますなのでこんなねお悩みとかがあったらもしお写真出してもよければお写真も送っていただけたら嬉しいなと思います今週のみんなの編み物でしたあ日が出てきましたね 大谷翔平さんが50-50ですっけ ?50 盗塁50ホームラン。まあ、この編み物ラジオが配信になる頃にはもうすごいことになってる。いや、今、今はね、もう56盗塁だったかなまで聞いたんですが。とか、あとお、大野里さんが、えっ、ー、と、2回目優勝して、で、 大井町って言ってこう髪をね横をこうポコッとこうさせれないぐらい髪が短いうちにもう大関になるというなんだろうねどんどん進んでいってでこういう人たちってこんなすごい人たちって何を考えてるんだろうかなとかってちょっと思ってみたんですよねで大野里さんを今回1 12日目ぐらいまでだったかな、ずっと全勝できたんですよね。で、最後の方に、ちょっとこう、ちょっと迷いがあったりとか、うーん、あの、いつも端っこまでわーって押すところが、途中でこう、待ってみしまっちゃったりとか、なんかそんなのが見えたような気がしたんですね。全然お相撲さん分かんないからあれだけど。でも 一応ね、こう、ああ、優勝しそうだなって思った時こそが、心の迷いというか、そういうのが出たりする。ちゃんと人なんだなって、完璧で、いつも、あの、うーん、動じない人なわけじゃなくて。でも、それでも、毎回、一個一個集中して取りますってみんな、お相撲さん言うんですが、それで本当に勝てるかどうかっていうのは、 やっぱこう集中しきれるかどうかっていうのはその人の努力次第であってであんまりね優勝とか大関とかって見ないで戦った方がいい大野,里さんん大野里さんでさえそうなのだからやっぱちゃんと人なんだなってでそういう人なのに優勝したりそういう偉業を成し遂げることができるんだなって思うとちょっと嬉しくというか。 なりました、ね、であの大谷翔平さんも、えー、毎回そろそろ50/50 50ですけどみたいなことを言われてもあのドジャースが優勝するために何をするか、ね、今できることじゃあ盗塁だなとか今は打てたから打っちゃおうとか何でしたっけ途中でガイアの。 外野手の人がピッチャーになった時なんかもう絶対これもうホームラン打っちゃえみたいな <laughs>。1試合で3、3ホームランみたいなのをしたような気がします。うん。だから、こう、記録のためにやってるんじゃなくって、このチームのために、あの、ドージャースに入ったのだから、そのために何ができるかってそっちを思っておいた方が、意外と偉業って成し遂げられるんじゃないかなって思って。 それこそがね、野球の楽しさでもあるしね。えっ、ー、と、なんかこう、有名になるためにやってるんじゃなくて、できるなら、何でしたっけ、唯一無二の歴史になりたい。まあ、でもそれでもやっていくことは一番一番勝っていくことなんだなって思った時に、 一試合一試合できることをやっていくことなんだなってで多分ねあのすごいことをやり遂げてるなって思ってないんだと思うんですよね実感が湧かないっていうかその一級一級に集中してるというかなんて思った時に私は <laughs> 勝手にねあのどんな大きな作品でもどんな靴下でもたったこの一目からスタートするんだからやっぱり うん、一目一目を重ねていくしかないし、うん、それを喜びとしていけば、気がついたらね、枯山水ショールが出来上がってたとかね。いや、多分ね、この編み物ラジオを聴いてらっしゃる方の中には、えっ、ー、と、52週の靴下の本とかを全部やりました。 編みましたっていいいうう方とかねもうすごい異形じゃないですかそういう方多分いいらっしゃると思うううんですよねそういう人もきっときっと表編みの一目からスタートしたんだろうかって思ったら何だろうかみってるというか神々しい偉業でも凡人の一歩からと思うと一目からって思うともしかしたら私もいつか一緒でねやってみたいなとも思うしまあ ずっと靴下を編むだけでも十分幸せなんですが <laughs> でももしねどうしてもやり遂げたいものがあるとしたら一個一個一目一目に集中していきたいなってわ今すごいショールが出来上がろうとしてるって思ってもすごい靴下が出来上がろうとしてるって思ってもまあ一目一目に集中してやっぱり楽しいなって思うことに帰ってこようかなと思っています。 さあ10月がもう始まりましたがこの撮影してる時まだ始まってないんですが10月はオクトーバーですが「ソックニッター」は「えー、S」をつけて「ソクトーバー」「靴下を編む月」というように勝手にね呼ばれているようで <laughs> 10月って言ったらやっぱりいろんな靴下編みたいですよねや,やりたいことがいっぱいで時間が10月だけすごい長くしてほしいあ違うか。 この、ね、暑,暑さが収まってきてあ靴下が必要だっていうねあの汗もかかずにね編めるし毛糸をさ触るのも熱くないしそんな時期はねどんな靴下が編みたいなーって思ってますでしょうか私はね10月編みまくってやろうと思っているしやりたいこともあるしでもどっちかって言うと技よりも。 いっぱい毛糸に触れて普通の靴下を何足も編んでやろうと思っています。で10月にやりたいなと思っている、えー、と企画もたくさんあるので10月1日のライブでもう紹介してるかなとは思うのでここでは言わないでおこうかな。うんでもそこを楽しみにしています。そして、えー、とちょっと気が早いのですが11月11日の なほ姉さんの靴下の日ライブリレーに参加させていただきたいなと思っています。えっ、ー、と、何時になるかとかまだね、こう、私はね、何時でもいいので、あの、なほ姉さんのね、予定にこう合わせたいなと思っていますが、11月11日は靴下がこうね、2足並んでるみたいな感じで靴下の日。月曜日だったかなえっ、ー、と、今年は、 去年はつま先をみんなで編んだので今年はかかとにしようかなと思っています。でもかかとにするということは皆さんに宿題を出すということになりますよね。かかとの手前まで編んでおいてくださいねっていうね。そこがそれでもいいのか悩み中であと、えっ、ー、と、どっちのかかとにしようか悩んでいます。えっ、ー、と、あとでね。 アンケートの方を出したいと思うので、まあ、この編み物ラジオを聞いている方も聞いてない方もあの、アンケートにお答えいただけたら嬉しいなと思います。えー、っと、かかと、ラップターンか、ちょっと私のね、自己流のラップターンか、えー、っと、ガセットヒール。これだったらあの、初心者の人に一番おすすめできるかかとだし、 どっっちにしようか迷っていますで多分ね靴下の日だったらねあのいつも聞いてない方もねあのいっぱい来てくださると思うし本当に最初生まれて初めてあの靴下編むんだよという方も来ると思うのでだからガセットヒールがいいかなとも思いつつでもラップターンだったら私らしさというか自己流だからそういうのも出せるし。 どっちにしようか迷っています。あの、まあ、多数決で決めちゃうことになっちゃうけど、やっぱり見たいなという人が多い方にしようかなと思っているので、アンケートのご協力もお願いします。そんな感じでね、10月はちょっとライブが昼になってしまうと思うので、で、11月11日にライブをする。で、その後はまたね、 新しい新商突入ということでどんなふうにしていこうかは後で決めていこうと思います。急に寒くなって、えっと、いっぱい出してきたものがあります。えっと、まず今日はね、ブランケットを紹介したいと思います。母と私でブランケットを使って過ごしました。こちらはね、 えとブルーブランケットイズナットフォーメンみたいな、えー、と青い毛布は男の人のためだけのものじゃないみたいなあれや合ってるかなそんなねかぎ針編みの、えー、とものです膝掛けですえっ、ー、と2色あって、えー、レギアさんのフォルクロリックっていう毛糸青い毛糸と あと、こっちもそうだった。あ、こっちは違うかな。あ、あれじゃないなんかね、サイみたいなやつ。えー、っと、アフリカだ。多分、オパールのアフリカかス、あの、サファリかなんかのサイみたいな色の毛糸と青い毛糸を組み合わせて、えー、二段で構成してるんですよ。ここね、えー、長編みでわーっていって、で、こっち、この色で、あの、えー、細編み かなで、こう、細編み、鎖編み、鎖編み、細、あ、違う細編み、鎖編み、細編み、鎖編みで、ここの、長編みの跡を拾ってきて、で、その後また、えっ、ー、と、鎖編みのところを長編みでこう編むから、ずっとこう、頭を拾わなくていいんですよ。側に入れるだけでいいから、もう、あの、頭を使わずに済むというか、ずっと目で、 あのどこに頭があるかをチェックしなくてもいいっていうものです。えっ、ー、と動画にも動画もね忘れなければ概要欄に載せておきたいと思いますしラベリーの無料パターンだったと思います。えっ、ー、とで今年はねこれで編もうか、えー、あと何でしたっけダイアゴナルステッチ斜めにこの四角をこう作っていくここ作ったら点々今度。 この斜め3つ4つ5つこうね作っていくものにしようかでちょっとね母と大きなブランケットを1つ編もうと思っていますこれはね幅が縦がこう短くて横が長いので私はこれを膝の上にかけてここを下にこうして足もあったかいっていう風にして編み物をしてました急に寒くなった時は。で 前引っ越す前これ玄関マット代わりにされていましたでもニットこのまんまを床に置いちゃうとつるっと滑るので滑り止めが必要ですなのでもっと長い幅があった方がいい横幅はねちょうどいいんですが。 なんてまあ、去年のものをの反省とね今年またよりすごいものにしていこうかなと思いますこれ寒かったらあの首の後ろにこうかけたりしてもうケープを着るにはちょっとそんなに寒くないのになと思ったのでそんなふうにも使いましたでじゃあこれもう大きすぎて入んないですよねえー、っとスパイシーブランケットってみんなで言うのかなえー スパイス・オブ・ライフ人生のスパイスという名前の、えー、ブランケットでこちらはフライング・タイガーさんの、えー、ホームページに載っていたもので編みましたそれを見てで一段一段柄が違うんですよ人生の一段み一段みたいな100段ぐらいあったかなで最後にこうぐるっと回るよね長編みで囲むんですがアリゼの ちょっと太めの糸でで毎段違う糸でしてみましたでも全部アリゼなので太さも一定だしなんかこう、えー、奇抜なようで可愛らしいな共通点があるというかでフライングタイガーさんはフライングタイガーの毛糸でしててポップな色のそれも可愛かったし私のこのねなんかスパイスっぽいところもこうみちっと詰まった こっち側だけが大きい松編みも <laughs> 私の人生を表しているようでいいなと思いましたで大きいんですがえー、っとこの隙間があるのでまあ軽くてでこれこそこうね肩にかけたり足をこうぐるっとしたりして編んでいましたねあったかく過ごしましたいや今年もねブランケット編みたいし 時々撮影にね映ってるかと思うんですがソックブランケットもえっ、ー、と今年もね4列ぐらい12月になったらこれね毎日1枚ずつこう編んで1色ずつ編んでいきたいなと思っていますだからね編み物やっててよかったなと思いますね寒くなった時にパッと体を温めるものあこれもこうやって作ったなって思うものがいっぱいあるし うん、すぐね体を温めてくれてそんなものが手元にあってよかったなと思いますあとやっぱり手首足首首を温めるものということであこの <laughs> ヒートテックとかも寒くなって出したしあこれは編んだものじゃないんですがであと母はヤクのレッグウォーマーをパッと出してレッグウォーマーあと靴下もふ 2人ともね普段履いてなかったので靴下も出してきて履いてあ急いでほらモンプチメアリーさんの糸で編んで自分の靴下をね、えー、と履いていますあ今履いてるのでちょっとお見せできないんですがえっ、ー、と偽のケーブル編みというかをちょこっと入れたハッピースクラッピー編みに見えますねっていうねえっ、ー、と糸で編んだものなんですがえっ、ー、とムジカパレード風ガという紫と オレンジが入ったものでいや履き心地がねすごい柔らかい糸だったので履いた時に履いたかどうか分かんないくらいこう柔らかくってほわほわであの生まれて初めて俊足っていうスニーカーをまあ早く走れるっていうね軽いスニーカーを履いた時みたいに軽くってあったかくて。 ね、クシュクシュってなってすごく可愛らしいです。あの履き心地もねこう感動的だったっていうのもね伝えておこうと思っています。最近見た自己啓発系のものでなんかこう小さな勝ちを勝つ負けるの勝ちねをあの 集めた方がいいとで勝ち日記みたいなのを <laughs> 書いた方がいいいや書いてはいないんですがでもうん小さな勝ちをこう重ねていくと自分に自信ができて何でもうまくいくみたいなのがあってあそれもそうだなって思ってなんかこう誰かに勝つとかじゃないんですよ。何だったら昨日の自分に勝つでもな全てが勝ちだって思うと。 やる気が出てくるような気がしてこんな使い方をどうかなっていうのを言ってみたいと思います。えー、っと例えば私は毎日家事をしてて <laughs> 当たり前なんだと思うんですがでもそれって勝ちだよなーってちっちゃいけど毎日できるってすごいよねってこの間風邪っぽかったのにそれでもサボらずにやまあサボるってもいいんだけどでもうん毎日やってるのを がすごいよねって今日も一個価値を重ねてで今日も一個、えー、と健康に近づいて清潔な生活ものためにちゃんと掃除したりちゃんとねあの食器を洗ったり <laughs> 当たり前なんだけどでもそれもちっちゃな勝ちだなって思うとすごく自信になるし毎日こうやって編んでるのも 価値だと思うし、で、成功体験っていうとおこがましいけど、それにつながる第一歩をやってるんだなって思うと、すごく自信になって、で、それってでもね、人と比べたり、そんなの主婦にとったら当たり前だよとか、そこをね、そこはね、忘れる。人と比べることじゃないし、昨日の自分より毎回勝たなきゃなんないって思ってると、ちょっとキリがないので、そこも考えずに、 でそ,のそうしていくと何がいいって、えー、そのか価値っていうのが自分の価値なん、うん、とね不可価値とかの価値ですよなんか無価値観自分って生きてていいのかなとか、うん、なんか人のためになってないなとかいうのとか自己肯定感みたいなのの、うん、元になるというかそんな気がしてあの やっっぱり生きててていいいんだだうのは大げさだけど、うん、自分への価値につながるような気がしてあやっぱりすごいじゃない今日もちっちゃい価値をいっぱい重ねれたなっていうので自信になるなと思ったので自分を褒めるっていうのとかがちょっと難しい場合にはちっちゃい価値を重ねていくっていうふうに思ってもいいのかなとも思いました。 当たり前のことをやってることがもうすでに勝ちですよね。人に勝ちたいって思うことよりもすごく健全な気がします。ちょっとね50段になったのでかかとは思うと思います。でこのカウンターじゃない方をかかとにすればカウンターをは外さずにお深みできると最近発見しました。あと えと文句モードっていうね文句って、えー、と僧侶って意味ですよ人に文句を言うのも文句じゃないですよっていうのに入るといいみたいなのはちょっとできないけど一個だけこうできそうだなって思ったことはなんかこう無駄な情報を入れない一切入れないみたいな多分 SNS をやらないテレビを見ないニュースを見ないみたいなのを66日間続けると。 人生が変わるみたいなのを文句モードみたいに言うらしいんですが、でも無駄な情報を入れないっていいよなって、例えば、うん、まあ必要なニュースとかあるかもしれないけど、実は知らなくても意外と生きていけることっていっぱいあるし、うん、で、なんかあまりいいことは言わないしね、って思った時に、えー、いつも思うのは、編み物以外どうでもいいって、 なので編み物以外どうでもいいって思えば今日あった嫌なこととかも本当にどうでもいいしこれさえ楽しめればそれでいいって思うと人生変わるというかすごく軽くなるので何かあったら編み物以外は忘れておこうかなと心の中でささやいてみるといいのかなって思いました。 あのきっとね編み物してる方が聞いてることが多いと思うので何かあったら編み物以外どうでもいいなと言ってみると無駄な情報も入ってこなければ考えなくていいし今編んでるこの一目のことさえ考えればとりあえずね作品は完成するはずなのでそれでいいんじゃないかなと人生そういう単純なことでいいんじゃないかなと思ったりもしました。 で先月「虎に翼朝ドラ」が終わってしまいましたというかまあ撮影しているこの日はの前の日に終わったんですがあー終わってしまいましたねなんか全然こう朝ドラを見るとかいう習慣はなかったのですがあなんか面白そう法律のことだしなんかこう戦ってる感じとか。 私が戦えない分代わりに戦ってくれてるとかなんかこうもやっとするのを「はて」って言ってこう話し始めてみるというのを全部はやらずにできるだけそこを避けている自分をの代わりにトラコさんがトラちゃんが戦ってくれてるような気もしてでこう自分と重ね合わせる立場の人ああこういう 人いるよなとか例えばヨネさんみたいに自分を鼓舞して叱ってくれる立場の人いるよなとかマツケンさんみたいに桂馬さんみたいにあのずっとしかめ面のあのねハードな方もいるなとかで最近のお気に入りはね花江さんなんですよねあの優しい声で甘えてもいいのよみたいなのをなんか自分の頭の中で再生して。 今日はサボるっていうのの理由にしていますね。あの人に上手にね甘えれるってすごいことだと思うのでそうやってね生きていけばねこう自分にできないこともできるのと一緒になるのでそれも大事なんだよなと思っています。で「虎に翼っていう言葉についてちょっと調べてみたんですよ。ななんかこう毎週ののテーマみたいなのが こ,うことわざみたいになってるんじゃないかなっていややっとね最終回になりそうな時に気づいたんですが「で虎に翼っていうことわざがあるらしくて虎はねもともと強いですよねでもともと強いものがさらに強い力を手に入れる虎に翼ついてたら最強じゃないですかっていうのらしくってでトラコはねもともとすごく賢い女性でで さらに法律というね翼を手に入れていろんなことに代わりに戦ってくれてで今のような女性の地位があの上がったのはもっとひどかった状態をこう上がったのはトラコの戦いのおかげというかで最後の方に最後の週にあの地獄で戦うことにしてよかったのかどうか、うん、もちろんよかったと。で あの法律を学べば学ぶほど女性がいっぱい虐げられたり辛い思いをしたりして生きなきゃいけないっていうことがかわいそうだと桂馬さんは思ってるから法律に携わらない方がいいんじゃないかと思っているとでもその地獄で戦う女性はいっぱいいるしでそれを。 もももろととせずずにに戦えるるような人間いいいっぱいいると女性に限らず、ね、でそういうのはトラコさんあなただけですよって桂馬さんが言うんですが「いえ違います」と「そういう女性は5万といますよ」と言った時にちょっとトラコさんみたいに代わりに戦ってくれてるとは思ったんですが。 もしかしたら自分も戦えるかもしれないし、戦ってもいいかもしれないなって思って、すごく勇気になったんですよね。このドラマいいなって思ってたのは、すごく勇気をもらうから、ね。もしかしたらできるかもしれないとか。で、代わりに戦ってくれててスカッとするから、なんて思ってたけど、うん、最終回を見たら、あ、いいんだなーって、 思って私もトラッコみたいに戦っていくっていいんだなって思いました <laughs>、うん。で最後にね「さようならまたいつか会いましょう」みたいにこうね口でさって言って終わるっていうのもまた素敵だなと思ったので、うん、今ここで会えたし私の中にも。 あの主人公はね生きてねいつか戦う時に勇気となって出ていったらいいかなってまだまだねあの女性の地位向上女性としてだけじゃなくてねいろんなもやっとすることはたくさんありますよね理不尽なことはいっぱいあるけどもしかしたらねそういうのと戦う地獄でも戦ってやるって思っている勇気ある人間は5万といて私が。 知らないだけでで私もねそのそこでにねドラッコみたいに戦っていけるかもなーってちょっとやっぱり勇気をもらういいドラマで良かったなと思いますちょっとしばらくねあのま違うドラマを見るのかもしれませんがちょっとねこのドラマをかみしめていきたいなと思いました。 で最後、あの、マツケンさんのね、桜がね、おでこについてるのが面白くてしょうがなくてね、あの役をできるのは、うん、彼だなと <laughs>、思いましたね。もう一つ見た映画なんですが、えっ、ー、と、バカ塗りの娘っていう津軽塗りの話なんですが、 えと高森美さん先週もね本を紹介したと思うんですが高森みゆきさんの「ジャパンディグニティ」っていう津軽塗りの本があるんですがそれを元にした若塗りの娘、えーとね、津軽塗りって何十回も塗るからバカみたいに塗るからバカ塗りっていうんだそうです。でその娘 という映画を見ました本とちょっと違っててなんかお母さんに対する印象とかちょっと違う感じもするんですがまあそれはそれで映画は映画でねあの実際の津軽塗りの音とかあれが良かったですねなんかこの色とかね あピアノがどんな感じになるかってこうまあ人によってね想像してたのが違うと思うんですけどちなみに姉はちょっと想像してるのと違ったって言ってたんですが <laughs> うんでそういうのとか映像として見れるっていうのも良かったなと思うし えー、私が一番ハッとしたのはなんか津軽弁をねこう話してるんですがなななんんんだだだっっって言うんですよあれなんだっけだったかな小林薫さんがなんか「私もお酒飲むよ」って言ったら「なんだば?」って言ったのが「あー津軽人ってそう言うよな」ってな「なんだよお前も飲むのかよ」って言うより「なんだば?」って言った方がすごく感情が乗るなって思って。で ちょっと津軽弁って聞,聞くとちょっと怒ってるように聞こえるんですが中身はこうあったかかったりするのでうんでそれをね2回目言った時にはちょっとね<笑>,笑い泣きしそうになりましたねちょっとこう途中まで母が起きてたんですが途中からお昼寝しちゃって私一人で見たんですがおかげで集中して見れてあーなんか。 感情移入してこうほ,ほろっととすることができましたね。であんな風にね何回も何回も繰り返して編んでいるのが私たちの編み物だとすればで最後あの重鎮のねあの津軽塗りのおじいちゃんがね津軽塗りって不思議なんだよなーってやればやるほど。 まますます塗りたくなるやらなきゃなんないことがいっぱい出てきてやりたいことがかいっぱい出てくるんだよなーって言った時にこのね全然違うけど編み物も同じだよなーって編めば編むほどちょっと面白さが見っかってくるしあっあっちもやってみたいこっちもやってみたいってどんどん時間が足りなくなってくるっていうかほんとねそれが楽しくてしょうがないですよねだから一生もののね。 津軽塗りのね職人さんはね一生ものなんだろうなーって一生修行でね私も全然職人じゃないけどそんなふうに編み物に対して思ってるところは一緒だなっていうのも嬉しかったし「えー、津軽塗り」のピアノのようにね世界に羽ばたく靴下とは言い,言いませんがそんなものは <laughs>。 世界中にね靴下編む人いっぱいいるからねそこまではいけないけど彼女たちみたいに丁寧にいや丁寧にもね結構私はズボラでこう短縮していっぱい作りたいとかって思ってるから丁寧さではちょっと人とは人の,の底辺の方なのかもしれない <laughs> なので。 真摯さ、向き合う、なんか真剣さみたいなところは、まあね、根っこもしかしたらできるかもしれないので、うん、あんな風にね、真摯に靴下身に向き合っていきたいものだと思って、バカ塗りの娘という映画を見ました。おすすめです。<laughs> 最近ちょっとニッターズハイになることが多いので、ニッターズハイということについて言っておきたいと思います。どんな感じかみたいな。皆さんもね、ニッターズハイになったことがある人は比べてほしいし、なったことがない人はもしかしたらこうしたらなるかなとか、えっ、ー、と、あ、あれだったのかななんて思うヒントになるかもしれません。えっ、ー、と、ニッターズハイとはランナーズハイみたいな感じで、えっ、ー、と、編んでると、 うん、すごい楽しくなっていいテンションが上がるっていうことでいいのかなそんな感じでえっ、ー、とニッターズハイっていう漫画もあるくらい <laughs> ですよねでうーん最近私は靴下をずっとこう編んでいるので陥りやすいというかでどんな感じかっていうと あー一生編めるわ楽しいわってこうリズムに乗ってはあって編んでて早いしもう全然疲れないし楽しくてしょうがないしでえっ、ー、と下手するとこういうかかとを編むシーンで間違えてずっと編んでることになるので危ないんですが <laughs> そんな感じかなそんなシーンになることがあってうんフローとか言うのかなあの人生の 楽しみみたいなこのフローに入ると人生幸せなんだってだからもしかしたらねニッターズハイになるるこここととそは人生の幸せせを見つけることかもしれませんよあとスポーツだったゾーンみたいなねゾーンに入ってるともうボールがゆっくりに見えてだっけなんか何でもホームラン打てるような気になるみたいな、えー、そういう瞬間ですよね。 私テニスでも1回だけゾーンだなって思ったことがあってその時はあこの試合一生終わらなないいいで欲ししって思いましたねあの。ファイナルゲームって言って6ポイント取らいつもは4ポイントのところを7ポイントか7ポイント取らなきゃなんないのに。 拮抗しててさ、相手もこっちもこう、同じぐらいの強さで。で、打ち合いするのも楽しいし、相手の技も大体こんな感じかって分かった時だったし、自分の前衛もね、ノリに乗ってて、ボレー、相手の声を読んでね、ボレーしてくれたりとかしてで私サーブする時に、あこの試合一生終わらないでほしいなって思いました。まあ、終わったんですが、すごい楽しかったですね。これを1時間でも続け、まあ、大抵15分ぐらいの試合なんですが、 うん、一生続いてもいいなって思いましたね。その編み物バージョンですで私の場合はあぐらをかいて座っているで音は、うん、何にも聞いてない場合が多いかなもしくはクラシックの音楽をかけててその音楽に乗ってこう編んでて多分こうえー 体が横揺れしてる感じだと思うんですよね。で、右から左にこう編み地をわーっとこうずらしてこう編んでて、で、考えていることは、まあ無なんですけど、最初は、あ、なんか力を抜こうとか、すごい速さで編んでると力すごい入ってるから、今日は力抜けてるかなとか、えー、っと、この色の感じがここがいいんだよなとか、 そういうい編んでいる自分のことをすごく考えていってでもっと早く編むにはとかもっと動きを小さくするには力を抜くにはなんて考えてるとそのうち何も考えずにバーって編んでてこの引っかかったりすることもなくミスも少なくてダーって編むんですよね編めるんですよね。でそういうい時にお音も うん、編んでる編み心地ぐらいしかちょっと感じないくなってである時はこの編んでいるこの編み目に集中するがために自分が靴下と自分しかこの世の中にいない感じ <laughs> 怖いな言ってると <laughs> になってでそのうち自分がこの靴下になった気分になるみたいな時もあるしうわー乗ってるなーって思って。 でなないう時もあるしでいつもまあ大抵午前中の集中してる時間が多いですねで午後も午前中にーズハイになって午後もニッターズハイになろうと思うとちょっと難しい午前中じゃない時は午後になる時もあるし毎日ではないしでずっとだとやっぱり疲れるんだと思うんですよねなのでまあでも 何がいいって「わあ一生編めるわこの調子だなら」って思うところが楽しくてしょうがないしでまあ毎回そうじゃなくてもいいんだけどそこがねいいところですね。いやあ編むって楽しいなっていうあれでしたっけあのあれあの、映画の紹介するなん水のあれ 名前出てこない、野郎さん、あ、違う、映画ってやっぱり楽しいですよねって映画って面白いですよねっていうのと一緒で靴下見って楽しいよなーって言うで終わるっていうのがすごくいいなと思います多分時間にしたら1時間ないくらいだと思うんですけど「ニッターズハイ」はそんな感じです 皆さんのニッターズハイ体験とか聞いてみたいなどう,どうなんだろうあとさ私は靴下編みだからどうしてもこの一回手を止める瞬間が来るというかまあまあミニワバリで編んでる人は違うかなでもこうあのマジックループをこう操作する時にちょっと休めるんですよそうすると手がこうチカチカチカっていうかうんいっぱい走ってて止まると。 こう心臓バクバククしますよねその指先バージョンみたいなふわっていうあったかいのが来てあ私手でこう走ってたんだなみたいなすごい勢いで編んでたんだなっていうのが分かるっていうかそれもまたねちょっと幸せだったりします。皆さんのニッター座灰体験をえ募集しております。<laughs> そんなななのになったことないよっていういうやもうそういうんじゃないにッたらさはいよっていう方もいっぱい聞いてみたいですあこの間ねあのちょっと針でショックなことがあって0号針を取り出して編もうと思ってで0号針がえっ、ー、とアディのプレミアム いつもそれででで編んでたんたすよね8 0センチのと1 0 0センチの。で1 0 0センチの方はコードにこうあのもう折れた癖がついててまあちょっとだましだまし温めたりしながら編んでたんですが最近ほら1号針ばっかりで編んでたから最近見てあげてなかったんですね。そしたらあの片っぽが、えー、この針先のところが。 うまくなないかなこの針先のところがちょっと錆びてたんですね。で私がこう使った時の手の汗なのか、まあ、湿気なのかちょっと錆びててでそれで編もうとしたらちょっとザリりリりっていくからこれもうダメかとちょっとヤスリですってみようかなとも思ったんですがでもう片っぽはあの 80cm の方かなここが。 あのメッキみたいなのがちょっとペリッと剥がれててそれもね引っかかってこう当たるなーってでこう編んでたらこの編み目の間にその破片とかが入っていかないかしらとかすごくそう思ってあーこの2つも使えないなーとかって思ってたんですねであのこの間寺井さんとあ寺井株式会社のあの手芸のね ライさんとちょっと電話で打ち合わせをしている時に何か困ってることないって言われて「いやー実は0号バりのアディプレミアムが2つともダメになってて」ってで「プレミアムの0号手に入りませんかね?」って言ってみたんですよね。そしたらやっぱりもうプレミアムは、まあ、1号もね品薄なんですが。 2mm の方ももう製造してないのでちょっと手には入らないなーって言ってででもそれに代わる針をね探しておこうということでいろんなね輪針の体験をさせていただいたんですよねで一番やっぱり近いのは <laughs>。 このユニコーンということであユニコーンのレゴバリをじゃあ送るよということでプレゼントしていただきましたありがとうございます、えー、これを大事に大事に使っていこうと思うしこれはあの作るの製造停止にはならないと思うので大事に使っていこうと思いますえっ、ー、と 100cm のと 80cm のですここの丸みがね あのプレミアムと一緒ででコードはねこっちの方が太く見えるけど柔らかいんですよねなので最近私がやってるあの新技バッて引っ張るのをやっても耐えられるというか折り筋つけないように頑張って <laughs> まあでも使い込むとね絶対そうなるのであれなんですがであとねあのここがスクリューみたいになってるので、うん、プレミアムよりちょっと 調子に乗れる。あ、違うな。スピードに乗れる時もあるし、ちょっと引っ張りすぎちゃう時もあるので、そこは気をつけなきゃいけないんですが、ここの丸みをね、はね、あの、バッチシなので、ちょっとね、ちゃんとこう袋に入れて管理して使っていこうかと思います。寺井さんいつもありがとうございます。えっ、ー、と、ちょっとね、自分の針の管理の甘さと、 おおおかげでで助けててていいいいいいたただいてありがとととううござまますす礼をここで述べておきたいと思いますちょっと細い糸とかだったらあのであと目が細かいく編めるので 2mm でで私また手がきつい上に 2mm で編むとすごい目がちっちゃく編めると思うんですよねなのでまあ時間はその分かかってしまいますが時々ねこれでも編んでいこうと思っています。 皆さんの針いやいやバッチシじゃなかった私が言うことではないのですが。というお話でした。最後に、えー、っと私のそっくに行った人生をもう一度何回か振り返ってると思うんですが、えー、っと振り返ってみようかなと思います。 編み物をね踏まれて初めてやったのは多分小学生の頃にかぎ針だったと思うんですがじゃなくて靴下を編み始めた頃ですえっ、ー、とおそらくもう最初がいつだったかが分かんないんですが30歳は過ぎてたんですよね多分京都にいた頃だから多分15年くらい前だと思うんですよでその頃あの 足が冷えるので、冷え取りをしようと思って。で、あの、冷え取りって4枚靴下を最低ね、重ねるんですよ。あの、絹の5本、五本指のと、丸、先丸のと、で、えっと、綿とかウールとかの5本指と、で、丸いの。で、私、その4枚、四枚結構ね、お値段するし、で、足首が私太いので、 4枚重ねると4枚目がピッチピチでそれだと冷え取りというゆるく履くのがね冷え取りのいいところだからなセットでね売ってるものがいっぱいあるんですがそれだと私にはピチピチしちゃうなとなので自分サイズの靴下を編んでみたい好きなようにということで最初にまあ編み物はできるはできてたのであとやっぱ靴下編めたらすごくいいことじゃないって思って。 で始めてみましたでいろいろ情報を集めたりこうかなって思った自分の本能でも編んでみたりとかして、まあ、全然うまくいかなくてであのいろんな編み図を見てみたり本も、えっと、林琴美さんの,あの和張りの輪針の 使い方、ワンダーニットじゃなくてね、なんかそんな本とか、つま先から編むかわいい靴下とか、それとかを読んで、あ、靴下編めそうだと。で、つま先からどうやら編めそうだと。で、最初からつま先から編んでたと思います。あの、履き口から編めるようになったのは相当後だと思います。で、あの、最初はオパールケイトにも出会ってなくって、で、輪針も、なんかこう、 ここのつながりが悪い安いものを買ってね、なんだろうなこれとかって思いながら一生懸命編んでたんですが、今考えると和張りの選択が悪かったということですね, <laughs> ね。うんで、こう、ちょっとここが曲がってるタイプのもの、まあそれが編みやすい方もいっぱいいると思うんですが、私はそれが全然使いこなせなくって苦労したりとかもして、で、最初波太でウール100%の グレーの糸で編んだと思います。つま先から編んでいって、かかともなんとか、まあ、穴は開いてましたが、で、穴開いてたらノーっていう、毎回そうしてました。えっ、ー、と、あの、かかとの脇に穴が開かない工夫を知るまでは。で、毎回終わってから、あの、糸始末したり、なんでここを縫わなきゃならないんだろうなっていうのがめんどくさくなって工夫したっていうのもあるし、なので、で、編み図も手に入れた編み図に、 じゃあこれをつま先から編むにはどうすればいいんだって言ってわーって書き込んで消してっていう感じでですごいボロボロになってあの古文書みたいな感じでちょっと破けたりとかしてそんなのがいい思い出で,で私の場合は本を読んだりもしたけど本でわかんないところは自分で編んで答えを出してで誰かに聞く聞けるような 人が周りにいなかったし網友達が、ね、でそこに出かけて誰かに聞くよりもなんか教室にね編み物教室に行くよりも今自分ですぐ答えを出した方が早かったんですね。YouTube とかネットで検索するとかいう、まあ、15年前だからあったけど検索の仕方も分かってなかったんだと思うんですよね。で多分そんなにく、うん、多分海外の YouTube バーの方はされてたと思うけどまあ当時は YouTube をお笑い見るぐらいにしか使ってなかったので <laughs> そうそれで自分で研究してすぐ答えが出したいから自分でやるしかなかったでこうじゃないかなああじゃないかなっていうそこでね自己流がいっぱい生まれてきてしまってで,でその後まあいろいろ検索するようになってあこの方法がいいなっていうのを 独自に組み合わせてあこ,れこれが一番の答えだななみたいなのができてきたこれを今 YouTube でこう発信してみんなが靴下編んでみたらすごいよなって思った人が編んで「あなんでここ毎回本の通りやっても穴開いちゃうんだろう」とかっていうのを解決したいなって今だったらいろんな解決方法が。 いろんな人のパターンでで自分に合うものって違うじゃないですか。でそれをねお気に入りに入れておいて忘れたらもう一回見てってすればいいことなのででそこをやってるのが今の自分なのかなーなんて思うのでもしねあの誰かが今 靴下編んでみたいなって編めたらすごいよなっていう人が「わあ編めたよ」とかいうのの手助けになれたらいいなと思うし自分が悩んできたのはどういうことかっていうのを何かね YouTube とかねできたら本にしたりねしていけたらいいなって思うしそしたらネットがなくてもいつでもその本を読めば分かることになるし、ね、忘れた部分とかなんかこう自分で書き込みたかったりとかもするじゃないですかまあ多分 YouTube とかにも書き込めるんだろうけどねそういうのをね誰かの手助けになったら悩まずにみんなうわ靴下埋めるじゃんってなるんじゃないかなと思っています。 まずはあれですもんねつま先が編めるようになってでかかとは編まない方法はいっぱいあるしで,でその後かかともいろんなのがあってでまあつま先はねもうまん,丸靴下あまん丸つま先になってると思うんですがかかとは、ね、いろんなの、ね、編んでみてどれが合うかっていうのを見つけていけば1種類さえできればねあとはいろんな毛糸を楽しんだっていいんだし柄とかそっちに行ってもいいし。 すすごく楽しいいと思います簡単なのを何回も繰り返すだけでいいんじゃないかなって思っています。であと靴下が何でいいかなって思ったかっていうと、えー、靴下って使いますよね誰でもね、うん。だから邪魔にはならないというか消耗品というかね。 で、誰かの足を温めてくれるし、で、大物よりも早く仕上がるので、こう、間違ったら直しやすいし、うん、一個だけ仕上げればさ、あの、右と左違う靴下編んでても最近はね、何も言われないしね、<laughs> うん、早く仕上がるのもいいですよね。で、あと、時間と毛糸も少なくて済むし、道具もね、 針さえあればいいっていうか最小限にすることもできるので例えばこう縫い物とかだったらミシンが必要とかなんか平らなあのね平面が必要だったりするけど例えばこれはね飛行機に乗ってる時もね新幹線に乗ってる時もまあ隣の人に肘をぶつけないようにね <laughs> すればいい小スペースだしいつでもどこでも編める で実はあの私母のね今闘病中で病院とかでもずっとこうやって編んでんですよねでみんなはこの人ああ趣味でやってるんだろうなって思ってるかもしれないけどこれ実は仕事をみんなの前で堂々としてるとで例えばあの会社員の方とかねセールスの方とかああとかって電話し,、ね、しなきゃいけなくて病院の待合室の外に行ってこう電話される方もい いるかもしれないけど、私はみんなと一緒に母の隣でこう待合室で待ちながら。仕事もできるみたいな <laughs> 趣味でもいいんですけどね。もちろんね。そういうのもいいなって思います。そうでもね。最初にね。もしかして靴下編めたらすごいよなって思って。安易に考えてさこうスタートしたんですが、確か私ね。あの縫い物も一瞬趣味にしたことがあって。 あの下半身が大きいのであの自分に合うパンツを縫ってみたかったんですよねで,でもねそれが大変 <laughs> その大変さを分かってなくて、まあ、型紙作るところからかいとかさ普通の L サイズは入らないとかなんかそういうことからねいろいろ試行錯誤いろんな布があるしとかね思って,で切って間違って切っちゃったら終わりだわとか。 でもね編み物はほどけばやり直せるしねなんかもやっとすると思ったらほどいてもう一回やり直すこともできるしサイズも変えれるしね靴下編みっていう趣味にもちょっと落とし穴があってやっぱりねただまっすぐ編むだけとは違ってつま先とかかとというね大きな大きな問題があり私も最初に編んだ靴下はさっき言ったね波太の。 えと輪針ここが引っかかる輪針、り一生懸命編んだつま先から編んだ靴下も履こうと思ったら履けなかったんですねで最後ゆるく伏せ止めをしたんですがゆるく伏せ止めじゃ結構入んないと <laughs> いうのでねショックを受けてなんだ私は履けないものを一生懸命編んでたのかと思ってでその後伸びる伏せ止め この2目一度止めに出会ってはーよかってかた私の足首も入る緩い靴下を編むことができてというのになってよかったなって思うのでまあ靴下編みもね、うん、すぐできる超簡単な趣味とは言いませんが落とし穴があったので <laughs>、うん、でもそこで簡単にクリアできるような 動画を私が出していけたらいいなーって思うし、いろんな技を知っていけたらいいなと思っています。ということで、今週もいろんなおしゃべりにお付き合いくださり、どうもありがとうございます。靴下を一足でも編めばソックニッターだし、こうやってね、編み終わったら、 この靴下が乾く前にもキャストオンしてる <laughs> 次の作り目をしちゃってるあなたはもう立派なチェーンソックニッターですので <laughs> あのずっとこうやってね一緒に編んでいけたらなと思います今日も編み物ラジオ最後までお聞きくださりありがとうございますおかげでかかとも仕上がりましたまた次の動画でお会いしましょう